アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ウィンストン・エス・チャーチル駆逐艦は、多様な作戦任務に就く、重装備、高速の水上戦闘艦。当初は、主力艦を護衛して、敵の水雷艇を駆逐するための、大型水雷艇として登場したが、間もなく水雷艇の代わりにそれ自体が、敵艦隊への水雷襲撃を行うようになり、また、潜水艦に対する攻撃や偵察、紹介。 戦団護衛など、多岐にわたる任務に酷使される、便利な艦種に成長していった。駆逐艦は、艦隊、護送戦団、戦闘軍の中で、大型艦船を護衛し、近距離からの強力な攻撃からの防御を提供する、ことを目的とした、高速、機動性、耐久性に優れた軍艦である。元々は、 敵の水雷艇から味方の艦船を護衛するための超水雷艇たる水雷艇駆逐艦として登場したものでイギリス海軍が1892年度計画で建造したハボックとデアリングが短所となった。間もなく敵の水雷艇と交戦するだけでなく自らも水雷襲撃を担うようになっていき1九百四年の日露戦争の頃にはこの TBD は 他の水雷艇を破壊するために設計された大きくて早くて強力な武装を持った水雷艇となっていた。1892年以降、海軍では駆逐艦という言葉が t b d や水雷艇駆逐艦と互換的に使用されていたが第一次世界大戦までにほぼ全ての海軍で水雷艇駆逐艦という言葉が一般的に単に 駆逐艦と短縮されていた。第二次世界大戦以前の駆逐艦は、単独で海洋活動を遂行するには、耐久性に乏しい小型艦艇で、戦艦を頂点とする軍艦の、ピラミッド型秩序においては、梅雨払い程度の役回りでしかなかった。しかし戦艦に代わって、航空母艦が、主力艦として台頭すると、高速の空母に随伴できるような重洋艦。 駆逐艦のみで、機動部隊が編成されるようになり、駆逐艦の地位も向上した。また戦後になって、本格的にミサイルが登場すると、軍艦の戦闘能力は、大きさに比例するという大艦巨法主義の前提は、崩れた。潜水艦の脅威が、深刻化して、巡洋艦がも対戦線に従事するようになったことも、あって、巡洋艦やフリゲートと駆逐艦との境界の、 不明瞭化が進み、単に、搭載する戦闘システムの性能や、並走の高による区別としての性格が強くなっていった。この結果、運用当事者と外部観測筋で種別が一致しない場合も生じており、例えば、中国人民解放軍海軍の例語語、ガタクチク艦は、その大きさと武装のために、アメリカ海軍の一部のレポートでは、巡洋艦と表現されている。 一方、カナダ、フランス、スペイン、オランダ、ドイツなどのナトー海軍の中には、共同開発された艦が、国ごとに、フリゲートや、駆逐艦と異なる、艦種故障を付される場合や、故障では、フリゲートとしつつき号は、駆逐艦として扱う場合もあり、これも、混乱の原因となっている。19世紀後半の水雷兵器の発達とともに、これを、 主兵装とする戦闘艇として水雷艇が登場した。最初期の水雷艇は外装水雷や栄光水雷などを用いていたが攻撃用水雷の決定版として実装水雷が開発されるとともにこちらが用いられるようになっていった。ロト戦争中の1878年にはロシア帝国海軍のマカロフ隊員が指揮する関西水雷艇が オスマン帝国海軍の砲艦を襲撃し、イギリスから輸入したホワイトヘッド式魚雷によって、これを撃沈したことで、史上初の魚雷による戦火が記録された。当時、重砲でも大型の装甲艦を撃破することは難しかったのに対し、このように魚雷を用いれば安価な小型艇でもこれを撃破し得ることが着目されて、1880年代には、 各国海軍は競って水雷艇を建造した。1890年末の時点で7つの大海軍国の合計800隻以上の水雷艇があったが、1896年末の時点では同じ7カ国だけでも1200隻以上に増加していた。1895年の異海への戦いでは、大日本帝国海軍により、 世界初の大規模な魚雷攻撃が実施され、多大な戦果を上げた。このように、水雷艇が台頭、普及するのに伴って、それらの襲撃から、主力艦を防護する必要が生じた。その任に当てるため、まず1880年代後半より、水雷巡洋艦をもとに、小型、高速化を図った、水雷砲艦が登場した。しかしこれは、 外洋での高用性が十分でなく、また小型の艦に大出力の機関を搭載するため、振動などのトラブルが絶えなかった。これに対し、敵の水雷艇の攻撃を防ぐには、より大型で高速、強力な水雷艇をもってするのが、効果的であるという考え方の下で登場したのが、水雷艇駆逐艦であった。イギリス海軍の1892年度計画で、 建造された、ハボックと、デアリングがその端緒となったが、水雷艇より細長く、軽量な船体、コンパクトで大出力の機関、そして発射速度と追随性に優れた、速射砲の開発成功に支えられて、この新艦種は、成功を収め、後には単に駆逐艦と呼ばれるようになり、たちまち世界各国に普及していった。このような経緯から、駆逐艦の第一の武器は、 敵の水雷艇を撃破するための方であったが、構造的には、水雷艇を大型化したものであり、水雷艇の固有任務であった。水雷襲撃を、水雷艇では、行動困難な悪天効果でも果たし得ることから、魚雷も合わせ持つようになった。1905年の日本海海戦では、白昼決戦後に、ウラジオストックに向けて飛退するロシア主力部隊に、 対して、日本の水雷戦隊が夜襲を実施したが、駆逐艦は、水雷艇よりも、はるかに高い確率で、敵艦隊を発見して、襲撃を実施しており、海戦の勝利を決定づけた。水雷艇を大型化、高速化して登場したのが、駆逐艦であったが、その駆逐艦も、また、兵装の強化と高揚性の向上を目指して、順次に大型化され、蒸気の、 ハボックが240トンであったのに対して1900年前後には400から600トン級の艦が多く現れていた。そして駆逐艦の公用性の向上に新たな局面を開いたのが選首楼の増設であり、1901年にドイツ帝国海軍が竣工させた新型駆逐艦である S90 が選首楼を備えて良好な公用性を得たと報じられ。 この情報を得たイギリス海軍も1904年春高の EQ で選手楼を付した。またこの頃には従来の駆逐艦で用いられていたレシプロ蒸気機関が性能的な限界に近づいていたことから蒸気タービンの導入が進められ、イギリス海軍は1899年浸水、バイパー及びコブラにパーソンズ直結タービンを搭載して、バイパーは 大やけ試みで36.869ノットを記録した。イギリス海軍ではドレッドノート級戦艦と高速駆逐艦による艦隊編成を構想して1905年度計画では戦艦に随伴し得る高揚性を備えた駆逐艦として蒸気タービンを備えたトライバル級の建造に着手するとともに飛躍的に大型化したスウィフトを建造した。 ただし、スウィフトでは、原型になった E 級の約3倍まで建造費が高騰したことから、同系艦の建造は行われなかった。イギリス駆逐艦はあくまで来週水雷艦艇の撃破を第一としていたことから、並走の面では漢方を重視しており、魚雷はその次とされていた。これに対し、ドイツ駆逐艦は逆に漢方よりも、魚雷装備を重視しており、 水雷襲撃の際の非発見性を低減するために、艦影も低く抑えられていた。しかしその後、魚雷の性能向上に伴って、主力艦自身の速射砲で、敵駆逐艦を撃退することは困難になり、駆逐艦の護衛がつけられるようになったことから、雷撃の前に、この護衛艦を排除する必要が生じた。このこともあり、第一次世界大戦の戦訓では、 イギリス駆逐艦の強力な砲力は、敵護衛艦,艦艇の排除に役立ち、水雷襲撃の成功にも寄与するとされた。戦中には、ドイツも15センチ砲を搭載した2000トン級の大型駆逐艦の建造に着手したものの、終戦までに2隻が竣工したのみであった。第一次世界大戦は艦隊型駆逐艦の完成度をさらに高めたが、 同時に駆逐艦の用途を著しく拡張した。ドイツ帝国海軍の無制限潜水艦作戦に対抗するために水中超音機や爆雷を備えて対戦船に対応し、また機雷布設爽快機能を備えて機雷戦にも対応した。このように小型の上に高速で適当な兵装を持つ駆逐艦は近代的な海上戦に付随して正規する様々な局面にも 柔軟に対応できたことから、主力艦の護衛と、水雷襲撃という固有の任務に加えて、高度の汎用性が要求されるようになった。1919年のベルサイユ条約締結の後、ドイツが第一次大戦中に建造した、大型駆逐艦である S-113V-116 は、賠償艦として、それぞれ、フランスとイタリアに引き渡された。また特に、 イタリア海軍は地中海という限られた海域を主たる作戦海面とすることから駆逐艦よりも大きいが高速軽快な偵察艦を建造してきていた。これらを踏まえて1920年代よりフランスはシャカル級、イタリアはナビガトーリ級として従来よりも大きく大型、高性能化した駆逐艦の配備を開始した。 1922年に締結されたワシントン海軍軍縮条約による主力艦の保有制限に伴って日本海軍はその制限外である駆逐艦の強化を図ることでそれを補うことを構想し画期的な重兵装と公用性を両立させた特型駆逐艦を開発したその後1930年のロンドン海軍軍縮会議によって 巡洋艦にも保有制限が課されると、イギリス海軍は、シャカル級や特型を参考に、軽巡洋艦の任務の一部を肩代わりできるように、方向火力を強化した駆逐艦として、1938年より、トライバル級の配備を開始した。また、アメリカ海軍も、特型に対抗して、ロンドン条約の制限枠を最大限に活かしたポーター級を開発し、 1936年より配備を開始した。一方、1930年代後半のイギリス海軍は、これらの大型、高速で強力な駆逐艦とは逆に、戦断声を想定した小型、低速の駆逐艦の検討も着手していた。これによって開発されたのが、ハント級駆逐艦で、ポーランド侵攻の3ヶ月前、 1939年6月に旧石が寄港されたのを皮切りに建造が始まった。第2次世界大戦においてドイツ海軍の有ボートや空軍の攻撃に直面してイギリス海軍は海戦時の駆逐艦保有数の90%以上に当たる159隻を喪失したが、そのうち3、4が大戦前半の1942年までに失われるという。 壊滅的被害を受けた。この状況に対し、イギリス海軍は、アメリカから譲渡された旧式駆逐艦を、タウン級駆逐艦として、再収益させるとともに、あえて性能を一定程度妥協した、戦時緊急計画型駆逐艦の量産を進めていった。また、規制艦を含む、戦時中のイギリス駆逐艦の多くは、雷装の一部を撤去して、 対空兵器を増備するとともに、対戦兵器や新型の単身技及び、短波方向探知機の搭載、レーダーの更新、増備を進め、主力部隊の随伴用から、対空、対戦重視の汎用艦へと変貌していった。日本と違って、アメリカ駆逐艦は、第2次ロンドン海軍軍縮会議の制約を受けていたが、そのような、 不利な条件にもかかわらず、早期から療養法の搭載を施行した。その後、1941年度からは、軍縮条約の制約から脱したフレッチャー級の大量建造に着手した。アメリカの優れた工業力を背景として、同級は、兵装と工業性をよくバランスした優秀な艦隊型駆逐艦となり、アレン・エム・サムナー級、 ギアリング級と順次に設計を改定しつつ、3クラス合計341隻が建造された。またこれらの艦隊型駆逐艦と並行して護衛駆逐艦の大量建造も開始された。これは対戦初期の対戦戦の実態やイギリスの半島級などを参考に艦隊型駆逐艦を簡素化する形で開発されたもので、 1943年3月末より、収益を開始し、戦後の完成艦も含めて、合計563隻が竣工した。なお、イギリスでは、戦時急増に対応した、戦団護衛艦として、リバー級フリゲートを開発して、近代フリゲートの講師とし、アメリカもこれを原型とした、タコマ級を建造したが、これらのフリゲートは、その当初から、 駆逐艦との区別は曖昧なものであった。一方、日本海軍では海戦後も駆逐艦の主任務を魚雷攻撃に置いており、また現に雷装に優れた日本駆逐艦は搭載する酸素魚雷の特質を生かして、局地的野戦ではその能力を遺憾なく発揮していた。しかし、航空優勢が逐次に失われ、またアメリカ軍潜水艦の行動が活発になるとともに、 対空、対戦能力の弱さを露呈しつつあった。1942年夏季以降、アメリカ軍の反抗が本格化すると駆逐艦の損耗が激増、また秋にアメリカ艦隊がレーダーの装備化を進めたことで野戦の優勢も覆り、雷走を主体とした既存の駆逐艦の存在意義は急速に薄れ始めた。これらの情勢を踏まえて、 1943年以降は、汎用性、量産性に優れた松型に移行したものの、量産の前提となる、新型機関を変いたために、大鳥型水雷艇の手記を採用せざるを得ず、速力と航続力が弱点となった。対戦を通じて、駆逐艦の防空、対戦戦能力の強化が図られていったが、この時期には、高速で、起動する。 空母機動部隊は概ね潜水艦の脅威を回避できていた。しかし、対戦末期に U-BOT-21 型のような水中高速船が登場したことで、戦後にはこれらの艦隊護衛艦でも対戦戦能力が求められることになった。一方で、軽空脅威は引き続き増大していたが、戦後のアメリカ海軍の検討では、大船系駆逐艦の船体規模では、 対空兵器を維持しつつ、対戦戦能力の強化を図ることは困難であることが判明した。雷撃戦の重要度低下や対戦兵器の性能向上に伴って、戦隊規模を抑制する必要性は乏しくなっており、新世代の高速艦隊護衛艦のプロトタイプとして1948年度計画で発注されたミッチャー級では、満載排水量4800トン強まで、 大型化した。しかしさすがに高すぎて量産化は断念され、1953年度計画からは、フレッチャー級系列を元に発展させた、フォレスト・シャーマン級の建造が開始された。また1959年からは、フレッチャー級以降の大戦型駆逐艦に対して、関連延長と対戦戦能力の向上を主眼とする近代化改修を開始した。この時期には、 新しい対空兵器として艦対空ミサイルが登場し、当初は大戦形巡洋艦を改装して搭載されていたが、後には蒸気のミッチャー級をもとに大型化した共同駆逐艦に搭載されるようになった。さらに1957年度計画からはコンパクトなサムシステムとして新開発されたターターシステム搭載のミサイル駆逐艦として、 チャールズ F ・アダムズ級の建造が開始された。また各国も競って、同ミサイルの導入を図ったものの、高性能とはいえあまりに高価であり、導入は一部のミサイル駆逐艦に限られた。イギリスでは、大西洋の戦いの記憶が鮮烈であり、対戦直後の水上戦闘艦としては、戦団越えのためのフリーゲートの建造が優先された、ため、 艦隊駆逐艦の建造はしばらく途絶えていた。その後、1955年度計画では、同海軍発のミサイル駆逐艦として、カウンティ級の建造が開始されたが、同級では、機関の軽量化などのためにガスタービニエンジンが導入されたほか、関西ヘリコプターの運用にも対応した。その後、第二世代のミサイル駆逐艦として建造された42型駆逐艦では、 21型フリーゲートに、準じた、化合具方式の機関が搭載されたが、搭載機は、小型のリンクスとなった。駆逐艦へのヘリコプターの搭載という点では、カナダ海軍が熱心で、まずサンローラン級を短所として、護衛駆逐艦にシーキングを1機ずつ搭載した後、イロクオイ級では、同系機2機の搭載に対応した。また、同国製の着艦高速装置を導入した。 海上自衛隊では、威力追い級と、ほぼ同時期に建造した、春名型で同型機3機の搭載に対応したが、駆逐艦でこれほど強力な航空運用能力を備えるのは、世界的にも他に例がないものであった。冷戦構造の下で、西側諸国への対抗を図っていたソ連海軍も、初の心臓ミサイル駆逐艦として61型を開発し、 1962年より配備を開始した。また同型は、世界初のオールガスタービン推進大型艦でもあった。ただし同型を、駆逐艦とするのは西側による分類であって、ソ連海軍自身は、大型対戦艦と類別していた。これと、並行して、過信型と同じサムに加えて、長射程の艦隊艦ミサイルも搭載した58型の、 開発が進められており、こちらは駆逐艦とされていたが、後にミサイル巡洋艦に類別変更された。アメリカ海軍は1970年度計画よりスプルーアンス級の建造を開始した。これはフラム海藻型駆逐艦の後継となる時期、駆逐艦として開発されたものであったが、 静粛化の徹底や高用性の向上などの要求に応じて満載排水量7800トンまで大型化した他手機としてガスタービンエンジンを導入さらに駆逐艦として初めて海軍戦術情報システムを導入してシステム艦になるなど多くの新機軸が導入された一方これとファミリー化した防空艦として DXG も計画されたが 結局は、原子力ミサイルフリゲートたる、バージニア級となり、建造数も4隻止まりで、イージスシステム搭載の後期型の建造は、実現しなかった。変わって、スプルーアンス級から発展した、タイコンデロガ級が、初の実用イージス艦となったが、こちらも一番艦の建造途上で、ミサイル巡洋艦に類別変更された。これと、並行して、 1970年代以末からは、アダムズ級などを更新するための、磁気ミサイル駆逐艦計画がスタートした。こちらは、イージスシステム搭載の RA バック級として結実し、1985年度より、建造を開始した。また、海上自衛隊の混合型護衛艦や、大韓民国海軍の清掃大王級駆逐艦など、アメリカ国外のイージス、DDG のベースにもなった。 また1980年代には、北、大西洋条約機構諸国によるフリゲートの共同開発計画として、NFR-90 計画が進められていた。これ自体は、空中分解したものの、イギリスの45型駆逐艦やフランスのフォルバン、旧駆逐艦、イタリアのアンドレアドーリア旧駆逐艦やドイツのザクセン級フリゲート、 オランダのデゼーベンプロビンシェン級フリーゲートと、いずれも統合された戦闘システムを備えた、戦闘艦へと繋がっていった。なおこの時期には、巡洋艦やフリーゲートと駆逐艦との境界の、不明瞭化が進み、単に、搭載する戦闘システムの性能や、並走の高による区別としての性格が強くなっている。冷戦後のアメリカ駆逐艦は、 マルチハザード化及びグローバル化に伴う任務の多様化への対応を迫られた。これに対して、まず1994年度計画より、アーレーバーク級に関西ヘリコプターの格納庫を追加するなどして、汎用性を向上させたフライトイーヤの建造を開始するとともに、完全新規設計のズムールと級の計画が進められた。 同級は満載排水量1万5000トンまで大型化し、徹底的なステルス管化や、波浪貫通型タンブルホーム船体、新型の155ミリ砲など新機軸をふんだんに盛り込んだ一方で、冷戦終結直後の国際情勢に過剰適応した、結果、駆逐艦の伝統的な任務であった、海上戦力撃破よりも、対地戦力当社に変調しており、 また新装備にも問題が多発し、建造費用の高騰もあって、建造は3隻で終了した。その代わりに、アーレイーバーク級フライトイーヤの建造が再開され、2016年度からは、さらに発展させた、フライト3に発展することになった。ソビエト連邦の崩壊後の政治的混乱や、ロシア財政危機を受けて、ロシア駆逐艦の整備はしばらく停滞していたが、2000年代に、 入ると、まずアドミラルゴルシコフ級やアドミラルグリゴロビッチ級といったフリーゲートの建造が開始された。そして2010年代後半には新型駆逐艦としてリデル級の計画が発表されたが、これはズムールと級をも上回る満載マントン級に大型化するとともに格動力化も計画されており、従来の駆逐艦というよりは、 黄色普球やスラバ球などの巡洋艦の後継艦と見られている。一方、従来は旧式のソ連駆逐艦の三歳版に過ぎなかった中国駆逐艦も中華人民共和国の経済成長に支えられて1990年代後半より中国人民解放軍海軍の戦力が劇的に拡充されるのに合わせて急速に発達、更新されていった。しばらくは、 複数の監種、監級を少数ずつ建造していたが、2010年代に入ると、まず例5に C 型、続いて、発展型の例5 2D 型の大量建造が、開始された。そしてまた、例5に C、D 型を、さらに発展させて、満載排水量1万2000トンまで大型化させた例5 5型の整備も着手された。ありがとうございます。